オースティン・リチャード・ポストは、ポスト・マローンの芸名で知られる、アメリカ合衆国のラッパー、歌手、作詞家、そして音楽プロデューサーである。彼の内観的な作曲と、簡潔な歌唱スタイル、様々な音楽ジャンルの融合により評価を受けている。ニューヨーク州シラキュースで生まれ、テキサス州グレープバインで育ったマローンは、2015年に、 デビューシングル、ホワイト・アイ・バーソンをリリースし、キャリアをスタートさせた。ホワイト・アイ・バーソンは、US ビルボードホット100で14位に達し、その後、アメリカで4プラチナ認定を受けた。その成功により、彼は、リパブリックレコードとレコーディング契約を結んだ。マローンはそれ以来、US ビルボード200において、アルバム、ストーニーで4位を、アルバム、リバングスベントリーズ。 ハリウッズ・ブリーディングで1位を獲得した。ビバングスベントリーズは発売時にいくつかのストリーミングレコードを破り、ストーニーはベイ・アールビー、ヒップホップアルバムチャートにおけるトップ10、獲得集数で歴代最多記録を打ち立てた。さらに、ビルボードホット100において、コングラチュレーションズと、ベターナウ、ワウ、グッドバイズでチャートトップ10をロックスターとサイコ、 サンフラワー、サークルズで1位を獲得した。1995年7月4日にニューヨーク州シラキュースで生まれた。生みの母親はイタリア系アメリカ人であった。マローンはネイティブアメリカンの祖先を持っていると述べてもいる。父親のリッチ、ポストと彼のママ母であるジョディによって育てられた。幼少期に父親が DJ だったことからヒップホップ、カントリー、 ロックなど様々なジャンルの音楽に触れていた。9歳の時に父がダラスカウ・ボーイズの職員になったことに伴い、テキサス州グレープバインに引っ越した。ギター・ヒーローというビデオゲームから本格的にギターに興味を持ち始め、ギターを始めた。始めると熱中し、地元の大会で優勝し、2010年にはクラウンジ、エンパイアのオーディションを受けたが、オーディション中に、 ギターの弦が壊れたため落選した。エモを好んでおり、2017年6月にロサンゼルスのエモナイトで DJ イベントに出演し、マイケミカルロマンスの楽曲を演奏した。ポストによると、プロの音楽の世界に飛び込んだ時はヘビーメタルバンドにいたという。その後ロックやヒップホップに転校したという。16歳の時、オーダーシティを使用して、 最初のミックステープである、ヤングアフターゼム・リッチーズを作成した。それを、グレープバイン高校のクラスメートに見せ、クラスメートから、最も有名になる可能性が高そうな人に選ばれた。また、高校生の頃には、チキンエクスプレスで働いていた。高校卒業後は、タラントカウンティカレッジに入学したが、中退した。大学を退学した後、 長年の友人でプロのゲーム実況者のジェイソン・プロブストと一緒にカリフォルニア州ロサンゼルスに引っ越した。14歳か15歳の時にステージ名であるポスト・マローンを選んだ。その名前はプロバスケットボール選手のカール・マローンから取ったと噂されていたが、後にマローンがポストは自身のラストネームで、 マローンは名前を入力するとラッパーらしい名前に変換してくれるラップネームジェネレーターを使ってを手に入れたと明かしている。ロサンゼルスに引っ越した後、ポストとプロブスト、そして他の何人かのプロデューサーやアーティストが音楽グループ BLCKVRD を結成し、一緒に音楽制作を行った。その後、グループの何人かのメンバーと共にサンフェルナンドバレーに引っ越し、 そこで、ホワイトアイバーソンを含むいくつかのマローンのトラックをプロデュースすることになる音楽制作チーム、f キーの f キーファーストやソースロードリッチ、レックス駆動に出会った。ホワイトアイバーソンは作詞された2日後にレコーディングが行われた。この曲は、プロバスケットボール選手のアレガイバーソンからインスピレーションを受けている。2015年の2月に、 自身のサウンドクラウドアカウントでこの曲を発表し、7月19日にミュージックビデオを解禁した。マック・ミラーやウィズ・カリファに称賛されたが、アール・スウェット・シャツからは、酷評を受けた。ベルト・ミュージック・フェスティバルでのマローン、ホワイト・アイ・バーソンは、リリースしてから1ヶ月以内に100万回再生のヒットになり、すぐにレコードレーベルから注目を集めた。2015年8月、 リパブリックレコードとレコーディング契約を結んだ。その後、50セントや、ヤングサグなどの著名なラッパーたちと仕事をした。カイリー・ジェンナーの18歳の誕生日パーティーでカニエ、ウェストと出会い、彼のアルバム、ザ・ライフ・オブ・パブロのシングル、フェードでコラボレーションした。ジャスティン・ビーバーとも友好関係を築き、ビーバーのパーパスワールドツアーのオープニングアクトを務めた。 2016年4月20日、新曲 Go Flex を全員ローのビーツ1章で初公開した。5月12日には8月26日というタイトルの初のフルレングスプロジェクトミックステープをリリースした。そのタイトルは彼のデビューアルバムのリリース日を示していた。6月9日、ジミー・キンメルライブで全国テレビデビューを果たし Go Flex を披露した。 2016年8月、新アルバム、ストーニーが遅れていることについて、謝罪を出した。11月4日に予約注文が可能になり、12月9日にリリースされた。ビルボードホット100でトップ10に入ったクエボをフィーチャーしたシングル、コングラチュレーションズの成功にもかかわらず、マローンはアルバムを、平凡、と呼んだ。また、ストーニーはトップ100に入った。 アイホールアパートとジャスティン・ビーバーをフィーチャーしたデジャブを含んでおり、アルバムは2017年10月に RIAA によってダブルプラチナとして認定された。スタバーンフェスティビランでのマローン2017年2月、次のプロジェクトのタイトルとしてビバングスベントリーズを発表し、12月にリリースされる予定だとした。9月にアルバムから ファーストシングルとなる21サベージをフィーチャーしたロックスターをリリースした。この曲はビルボードホット100でナンバーワンに達し8週間連続で首位をキープした。11月に公式ミュージックビデオを発表した。2018年2月20日タイドラサインと新曲サイコをプレビューし2月23日にリリースされた。この曲もビルボードホット100で1位を獲得。 21サベージとのツアーも発表された。2018年4月5日、ビバングスベントリーズが4月27日にリリースされると発表した。スポティファイにおいてビバングスベントリーズの収録曲はリリース初日から24時間で全世界で7870万回再生に達し、歴代1位となる新記録を打ち立てた。 ビルボードを200で1周目に46万1000枚、アルバム相当単位を売り上げ、15万3000枚のアルバムセールスを記録した。アルバムは4日後に RIAA によってプラチナ認定を受け、ビルボードホット100のトップ229曲が同時にランクインし、ビートルズが54年間保持していた記録を更新した。ロックスターはビルボードミュージックアワード2018で、 トップラップソングに選出された。ストーニーは2018年8月11日付の米、ビルボードトップ R&B、ヒップホップアルバムチャートで9位になり、計77週トップ1 2チャートインしたことで、マイケル・ジャクソンのスリラーが1983から1984年にかけて達成した76週の歴代最多週数記録を更新した。同月に、 マック・ミラーがポストとのジョイントアルバムをリリースする可能性を示唆したが、翌月にミラーが急成し、実現しなかった。第61回グラミー賞では、最優秀アルバム賞や、最優秀レコード賞を含む4部門に、ビバングスベントリーズがノミネートされたが、惜しくも受賞はならず。受賞式では、レッドホットチリペッパーズとコラボパフォーマンスを行い、会場を沸かせた。 2018年7月にフジロックフェスティバル18の出演で初来日を果たした。2018年10月のジミー・ファロンが司会を務める番組でスパイダーマン、スパイダーバースの主題歌になる新曲サンフラワーを10秒だけプレビューし、後にリリースした。スウェリーと共作、共演であるこの曲は2019年1月にビルボードホット100で1位を獲得した。 2018年12月24日にはシングルワウをサプライズリリース。ポストマローンがサンタに扮したアニメビデオも同時に公開された。この曲は惜しくも1位にはならなかったが2019年4月にザ・ビルボード・ホット100で最高2位を記録し、ポストにとって6曲目の全米トップ10ヒットとなった。2019年3月、この曲に合わせてキレキレに踊る。 中年男性がアメリカでは第二。ダンススクールの先生であるマイク・アラン・コートという四十三歳の、この男性は一躍人気者となり、ポスト本人からライブに招待され、ついには、ワ、wow! ウの公式ミュージックビデオに出演するに至った。二千十九年七月二日、自身の SNS で誕生日翌日の七月五日に、アトランタ出身のラッパー、ヤング・サグと初共演した新曲、 グッドバイズをリリースすることを発表。この曲は、これまでマローンのいくつかの曲を手掛けたルイスベルト、フィフスハーモニーワークフロムホームカミラ・カベロ、ハバナ等のヒットを手掛けた、韓国系のプロデューサーであるブライアン・リーが共同で、プロデュースしている。同時公開されたミュージックビデオでは、冒頭に、ポストマローンがギャングと決闘し、ナイフで刺し殺される、残虐なシーンがあったため、 その部分をカットした、レイテッド PG バージョンが急遽公開された。グッドバイズは、ビルボードホット100で最高3位を記録する。8月26日、サードアルバム、ハリウッドエスブリーディングを9月6日にリリースすることを発表。アルバムには、サンフラワー以降のシングルが収録される。8月30日には、シングル、サークルズをリリースし、後に、 全米1位を獲得。予定通りに発売されたアルバムはビルボード200で初登場1位を記録すると年内に計5週の1位を獲得した。第62回グラミー賞ではサンフラワーで年間最優秀レコードと最優秀ポップパフォーマンスにノミネートされた。2020年は新型コロナウイルス感染症が広まりを見せる中で3月12日に デンバーでのライブを決行したことで非難を浴び、それ以降の日程はすべてキャンセルされた。4月24日に新型コロナウイルス救済のため、ニルバーナトリビュートコンサートの生配信を行った。寄付金は500万ドルにもなり、パフォーマンスはカート・コバーンの未亡人コートニーラブからも称賛された。また、その中で新アルバムが進行中であることを公表した。6月に、 スウェイリーとの共作でトミー・リーをリリース。ポスト・マローンの音楽はカントリー、グランジ、ヒップホップ、そして R&B のルツボーと表現されており、マローン自身は多面的と表現している。ボーカルスタイルは完結と言われてきた。ニューヨーク・タイムズのジョン・カ・レモニカは歌トラップ、そしてヒップホップと不気味なエレクトリックフォークの境界線にいるアーティストと表現。 マローン自身はジャンルレスだと述べている。15歳の時に聴いて衝撃を受けたことからボブ・ディランに憧れている。特にサブタレニアン・ホームシック・ブルースは最初のラップソングだと語っている。他には50セントやキーを尊敬し影響を受けているという。顎にファーストアルバムストーニーのタトゥーライブでの定番パフォーマンスとして自分または 他人の履いていた靴を器にしてお酒を飲む、周囲と呼ばれる行為がある。この罰ゲーム的な行為を自ら率先して行う姿が彼の大ヒット曲のタイトルでもある、ロックスターそのものだとファンから大絶賛されている。2018年にフェスの出演で初来日して以降、プライベートで何度か来日し、函館のお祭りに参加したりしている。顔を含めた全身に、 無数のタトゥーが彫られていることが知られている。初めて入れたのは、ストーニーを制作した時で、ジャスティン・ビーバーと仕事をしている時に、彫り師が来たことがあり、そこで、ジャスティンには、すでにいくつかタトゥーが入ってる。でも、俺の方が、ジャスティンより、全然タフだということを証明するために彫ったという。初めてのタトゥーは、プレイボーイのバニー。顔面にタトゥーを施した理由について、 ママを怒らせるためだったら何でもと語っている。母親との関係は良好なので、これはもちろん冗談である。2018年7月に初来日した際、右腕と顔面に新たなタトゥーを施した。ありがとうございます。